主催の桜を見る会が新宿御苑で行われていますが、安倍総理の下で参加者数、支出額が年々増えています。これ2013年以前は資料がないことですので、2014年見ると参加者13,700人、支出額35万円、予算の 1.7 倍です。ここから伸び続けて、今年は参加者18,200人、支出額5,520万円、予算の3倍を超えました。驚くのは、来年の会員の男性は、今年の桜頃、下関市の安倍事務所から、桜を見る会に行きませんかと案内が来た。名前や住所事項を紙に書いて、安倍事務所に送り返すと、内閣府から桜を見る会の招待状が届いた。900人が上京すると。案内状というのは、発送は内閣府が一括して行い、必ず一人一人に当てて送付をする。これ以外の発送ルートはありません。総理、安倍事務所が取りまとめをしなければ、下関市の後援、これもしね、内閣府がどう、これさらに大事だと思うんですけれども、総理いかがですか。いや、総理大臣官房長、山口県周南市長のブログ、2018年5月、これ当時山口の県議なんですけどね、桜を見る会に行ってきました。片山さつき先生とも久しぶりの再会を果たしました。今日は山口県からたくさんの人が来てくださっているわね。10メートル歩いたら山口県の人に出会うわよと、いつものように元気よくお声をかけていただきました。まあ、こういうのはね、もういっぱいあるんです。インターネットで検索するを使った公的行事っていう自覚もなく、安倍総理が地元からの招待者をどんどん増やすんじゃないかと。さらにはね、地元後援会の恒例行事にしてきたんじゃないかっていうことも指摘したいんです。先ほどの友田県議のブログ、この3年間桜を見る会の前日、ホテルニューオータニの宴会場で安倍氏が桜を見る会前夜祭に出席と、3年間ずっとあるんですよ総理。それ以前もホテル名称は異なりますが、必ず前日夜は後援会の方と懇親会、宴会にご夫婦でご出席されてるんですよ総理は。よくご存知でしょうご自身が。今年の前夜祭の参加者は約850人、翌朝貸切バス17台で新宿御苑に移動。これはね、防府市ライオンズクラブの会報に寄せられた寄稿、寄せられた文章から分かりました。また私の取材でも複数の参加者からですね、貸切バス17台だと、で自分は 何番目に乗るんだということがね、全部確認できたわけです。まさに安倍総理の後援会の一大行事になってるんじゃないかと。違いますか、これセットでしょ。総理も、総理にとっても桜を招待者のですね、それぞれの受付時間の方、対応に関するこの情報につきましては、これはセキュリティに固め、回答を差し替えさせていただきたいと、このように思います。田村智子さん、だからなんで開門前に山口の後援会の皆さんとあなた写真撮ってるんですかってことなんですよ。答えてくださいよ。安倍内閣総理大臣、これについてはですね、どういう形で私が動くかということにも関わってまいりますので、そのセキュリティに関わることでございますので、回答を控えさせていただきたいと思います。田村さん、新聞赤旗の取材でね、下関市の後援会の男性、通ると安倍事務所の秘書らがバスの座席を回って入場のための受付票を回収する。その秘書が受付を済ませ、参加者用のリボンを配る。まとめてのチェックインで手荷物検査はなかった。何がテロ対策を強めたですか。これ調べてください、調べてください総理。はい、大塚大臣官房長。じゃないですか、桜を見る会は参加者無料なんですよ。会場内も無料で樽酒、その他のアルコール、オードブルやお菓子、お土産を振る舞うんでしょ。選挙法違反。そういうことはあなたは公的行事で税金を利用して行っているんですよ。これだけのね、重大問題だと。まさにモラルハザードは安倍総理が起こしていると、このことを指摘して質問を終わります。